皆さんこんにちは、茨城ほのぼのチャンネルです。今回は水戸市にあります寿司富さんに行ってきました。二郎系ラーメンで有名な富二郎さんの、グループのお店みたいです。かなりねコスパいいお店の評判でしたので、すごくね期待して行ってきたんですが、まあメニューね見て思うんですけど、まあ価格あとボリュームですね。まあこちらに関してはね多分皆さんご満足いただけるんじゃないかなと思います。今回オーダーしたのがマグロネギトロ丼、1300円税込みになります。まあ、今ね画像にないですけど、ポテトサラダとエビが入ったお味噌汁が一緒についてきます。かなりボリュームがあるマグロ尽くしという感じですね。今回の動画は以上になります。他のメニューも気になりましたので、ぜひね機会あればまたお邪魔したいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。